新年明けましておめでとうございます。本年2024年度も WGSL チャンネルをお引き立てたまわりますようよろしくお願い申し上げます。お世話になっております。 WGSL でございます。今夜の動画はシングル松さんと神による、はい、リベート、リベート、いやバトルしないです、バトルしないです、はい、はい、でも皆さんにとってね、多分、初心者の方から、はい、シングル、はい、シングル片手ぐらいまでいけるかな、おの方にとってね、はい、幅広く、はい、150叩く方から、70代の方まで、はい、本当に参考になる動画、はい、になると思いますんでね、そこについてゴルフトークしていきたいと思いますので、はい、皆さん今のうちにもいいね押していただいて、いいね押した人のみがこの先視聴者 OK としますんで、はい、よろしくお願いいたします。右肘リリース、右肘リリース、 WCSL に置き換えれば右肘リリースですね、はい、世の中的には右肘絞れじゃないですか、はい、そうですね、はい、右肘絞れのどんなことになる顛末みたいなものを、顛末、はい、ちょっと僕は語りたいなと思いまして。どういうこと？あの右肘、僕だあの WGSL 奥田さんのコンサル受ける前まで、はい、あの本当に120度が叩く、まあまあはい知ってますけど、はい、はい、典型的なあのセーフやった、はい、あの伝説の鬼フリップのね、あの画像を押していただいていいですか、ゴリフリッパー時代であれとかの時代からやってるんで、で当然右肘リリースなんか僕全くできてなかった、はい、わけなんですよ、はい、でその時の WGSL のコンサル受ける前の時に僕ラウンドで1回撮なんか写真撮ってもらってるやつがあって、それはえ僕の発信に触れた、触れてもない、あ触れてまだ全然知らない時、本当存在すら知らない、はい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 、でその時の画像が出てきて、はい、ずっと探してたんですけど、はい、出てきて、でそれであこれやっぱ面白いわと思って、へえありがとうございます、はい、でちょっとあのこれさ使ってもらえたらなと思って準備してきたのがあるんで、はい、ちょっと送っていいですか、僕に送ってもらえる、はい、送っていいですか、マスター僕の LINE 知ってますか？さすがありがとうございます。僕の LINE 知ってるクライアント一人だけですよ。あ、いや本当ですか？はい。ありがとうございます。僕 LINE とか一人教えないので。ああ。はい。僕いらん連絡とか。はい、ご友人関係とかも結構最低限。あ、僕の最低限です。僕一人教えないんで本当。LINE してないって言いますからね。開けました。はい。えぐ。これ比較で作らせてもらったんですよ。透明時間。えぐ、これすごくないですか、この典型的な、何すかこれ、右肘リリース、まあまあそう、僕あの反転させてるんで僕レフティーなんですけど、まあ、そうですね、はい、右打ちにしてくれてますね、はい、右肘リリースゼロのこれあれじゃないですか、脇腹くっついてるんじゃないですか、くっついてますよ、だからこれが右肘絞れの顛末です、怖これこう、これもうまさにけどこうなっちゃうっすよね、けど多分、えこれ僕ちょっと言っていいですか、はい、まず右肘が脇腹にひっついてるじゃないですか、ひっついてます、ひっついてて、はい、腰が地面と水平に回ってますよ一緒の、そうですね、まず右足アグリー、はい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 、これグリップダンゴ握りですか、ダンゴですね多分これダンゴ握りですよね、まあ、多分違うか、その時だからグリップなんかだって知らないですか、あそうか、何ナックル見えるぐらいの、あそうか認識しかない、あの人ですもんね、レッスン動画とかで、あそうそう、僕の有名なプロ、はい、ツアープロコーチ、ツアープロコーチ、はいはいはい、そうですそうです、あの方はグリップなんかないんで、レッスン、そうです、僕も悪しきボディーターの時はあのツアープロコーチの N さんです、ね、N さんですもんね、 T さんですよね、僕 T さんです、はい、有名なトッププロです、まあ、トップの2人ですよね、あの時なんかだったあの時トップですね、はい、超大御所、超大御所ですよね、はいはい、本出しまくってです、ね、確かにもう一人いましたもんね、関西の兵庫県に、どうでしょう、あ、SSE さんですね、 E し、あ、E プロです、そうなるほど、あ、はい、プロ、プロね、あ、E プロ、はい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 、あの人は多分プロ資格持ってるんで、はい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 、なるほど、僕とマスさんのやつはあのプロ資格は持ってないと思う、うん、はい、今もいらっしゃいますね、あれは言いようですよね、ツアープロコーチって、多分僕も名乗っていいですから、ね、って言えますよね、ツアープロコーチそんな言う資格は持ってますよね、ツアー出たんで確かに確かに教えたプロははいはいはい、右肘し笑ってしまうんです。すごいですよ。でも右肘絞れって多分未だにみんな思ってる人いるかもしれないですよね。はい、右肘リリースって WGSL のファンの人でも、はいはい、右肘リリースっていうのは分かってる。はいはい、分かってる。でも、
でもなんやかんや言ってプロのスイング見ると右肘曲がってるやん。うん、まあね、特にダウンのとこ、そうダウンのとことか、そうですよね、はい、でそこら辺でほんまなんとか思ってる人もいそう、半信半疑みたいな、半信半疑みたいな人がっつりブロマが買っていただいてる方は、はい、そんなこと一切思ってないと思いますけど、そうじゃない人、ちょっと WGSL かじったぐらい、はい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 、でまだ右肘リリース、ていうか右肘リリースの大事さって分かってるのかな。多分悩んでる人が多いじゃん、右腕ローリングを直す、右肘リリース初級レッスン、これできんかったら、まあ、それはローリングするやつだ。OK、 皆さんはどうですか、あれでいいと思いますか。ちょっとじゃあ私やってみましょうか。どうですか、一緒でしたか、これが初級レッスン。はい、動かないでしょ、はい、だって今ちょっと初級のこれができなかったんです、はい、というかみんなもできんちょっとだけ、ね、みんなにおまけに、この時点でリリースできないです。本当だ、なんだろう、どんどん前へ前へ出ていく、首切りしてますよ、はい、勝手に出ていく、これって怖くないですか。もう上に上がっていってるじゃん、これやばい、はい、これ絶対行く、これ、はい、何これ、これ両手で持った時っていうのはこう来るんですよ、その動き絶対、なんかみんなこうやっちゃうんですよね。これに外れてるのが OK、 これが外れてるのがダメ、この3って見えないです、このリリースが間違いない、ここでプロは多分こう教えると思います。だってスイングを見た目でしか判断できない、はいはい、でもそれじゃあ永遠に治らないんで、皆さん分かってますよね、これが逆シナリオを生むし、リリースが溜まった結果に生まれてくるんで、まあ、けどこのインパクトのコマとかで見てしまったら、もうこれ僕めっちゃ一目瞭然かなってすごく分かりやすい、これ普通にあれじゃないですか、 WGSL ファン以外の人が見たらいい絞りできてると思う、いい絞りできてますよね、はい、でもこれが飛ばへん原因の一個ですからね、これマジで飛ばないです、これ不思議なんですよ、あのね、皆さんも分かってない人いるかもしれんけど、はい、何回も言ってるけど、実際に行っているアクションと映像に映ってくるアクションはズレがあるんで、分かります、どんだけ右肘リリースっていったところで映像には右肘が絞られてきたようなものが映るんですよ、はい、そうですよね、だってじゃないと僕らみんなアンダースダウンスイングアンダースダウンスイングできるわけないゲームキャストしてることなのにそうですよね、あ釣り竿をこうやってやるみたいな感じでこういうスイングばっかりなんですよ、遠投するみたいな遠投っていうあれ釣り投げ釣りの遠くへ飛ばすやつね、あのリリースしちゃうことになるんで、あれではないんですよね、リリースがあの部分からですよ、はい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 、大事な大事な、まあちょっとだけヒント言うと股関節イコールのところですよ、これだけでファンの人は分かる、ファン以外はもう分からんでいいけど、というところでそこがあるからこそのリリースやから、右肘がピンピンに伸びきるなんてありえへん、はい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 、どんだけ頑張ったって右肘っていうのは若干曲がる、はい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 、でもみんなはそれすらできずに曲がったまんま、だから永遠にフォローまで曲がったまんま、そうですね、そうですね、そのままもうフィニッシュいっちゃいますね、うちの嫁もそうやったけど、はい、うちの嫁だって漆黒のスイングでしょお前使っていいこれって言ったら、まあ、なんでそんな恥ずかしめ受けなあかんのって言われるんだけど、本当にアマチュアの方って右肘曲がったまんまじゃないですか、ほら、だから右肘曲がったまんまってダサいわけやん、はい、ダサい、めちゃくちゃダサい、ダサいって分かるでしょ、はい、あれ誰が見たって、はい、自分で見ても分かってるはずやね、はい、まあ、撮ってへんから分からんかもしれないけ ど、ね、でも分かるはずやから、じゃあ伸ばさなあかんやんなって、はい、で多くのプロが言うんが、フォローで、フォローで出す、ここで伸ばせ、フォローで伸ばせ、左ももう左肘なんて伸ばせって言うじゃないですか、確かにそうですね、左肘引けるから、はいはいはい、伸ばせって言うじゃないですか、言います言います、ほんまに怖いわと思って確かに押し込んでってやつですね、はい、もう不思議でしか、あんなするからゴルフ肘なんのに、ああ本当そうですよね、そうだって人間の関節の仕組みを分かったら右肘リリースどんだけしようがゴルフ肘なんか絶対ならへんから、うん、はいはいはい、分かってへんで右肘リリースを単純にキャストをするから、はい、肘のキャストをするから、はいはい、ゴルフ肘とかテニス肘になっちゃうけど、はいはいはい、っていうところで右肘リリースをした結果がどうなるかだけちょっと言っておきます、はい、この欧米人プロのような結果です、これまさに、はい、WGSL みんなこれですよ、はい、ただ都市プロとか検査とかちょっと怪しい、ここが、はい、怪しい、あ、ま、正直言うと怪しい、苦手そう苦手やからそれは得意得て増えては絶対あるから、はい、で僕は得意、はいはい、でめっちゃくちゃ得意なのが富士プロ、あマスターも得意、はい、だからこういう風な変化した姿が出てくる、この絞ってた時から、はい、でも絞られてるように見えるでしょ、マスターのも、そうですね、今でも別に、ね、正面から見たって絞られてるようなダウンが映ってくる、はい、フュージョンプロなんて、まあ、確かにあのため
絞りすぎやろお前確かに。それでよう振り遅れへんなっていうのが右肘リリースしてるからですよ。確かに。してへんかったらあれ振り遅れですから、ね、無理っすね、はい、絶対に間に合わないんじゃん、はいはいはい、フリップしないと間に合わないですよ。確かに体回ってるんですもん、はい、そうっすよ、はい、っていうところでね、皆さんも右肘リリース1個やるだけでまず 100% 飛距離が変わります、はい、でサグとか逆しなりします、うん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 、ってところですけど、はい、マスターどう思いますか。いや本当は右肘先ほどの答えの続きになっちゃうかもしれないですけど、はい、最後の方に僕今の僕とのちょっと比較的な感じ、それ見てなかった、はい、昔の僕と今の僕みたいな、これとかもやっぱ見ててもやっぱ結構変わってる、結構違いますよ、だいぶ変わってるのは、はい、けどやっぱ最初に奥田さんがおっしゃったその100、本当この120叩く頃から今そのシングルの僕への変化なんですけど、はいはい、やっぱり奥田さんが最初おっしゃった通り、その片手までいける右肘リリースっていうアクションじゃないですか、はい、やっぱそこは僕まだ伸びしろあるなって自分ではすごく、これ割りますね、これ見てもね、はい、やっぱ足りてないんですよね、まだ取れてないですね、はい、なんかマスさんとトシコーチの会話で、はい、右肘リリースって何コマ遅れてるとか2コマ遅いとかいう会話してたじゃないですか、はいはいはい、そうですね、遅れてますね、まさにもうフルショット、これフルショットなんで、あ、これフルショットですか、やっぱ、まあ、フルショットだったらやっぱ遅れが大きく遅いですよね、これも奥田さんから比べたらだいぶ遅れてます、はい、これだから映像にこれが映ってくるってことは右サイドの仕事の、はい、そうですね、はい、ところの位置ですね、はい、あとまあフルショットになるから方向も少しずれてるんだろうなっていう、なるほど、ところが見えてくるかな。みんなもね、右肘を絞るを、うん、右肘はリリースするっていうまず脳内変化をしていただくだけで、はいはい、ゴルフスイングって変わってくると思うんで、うんうんうん、で右肘リリースの方法と、はいはいはい、右肘リリースする方向、はいはい、方法と方向、はいはい、これめちゃくちゃ大事なんです。ただ単にリリースしたらいいだけじゃない、うんうんうん、はい、方向ってのもあるんで、確かにそれはどこなんやっていうところなんかも、はい、まあいろいろとねブログマガジンとかでも、はい、右サイドの仕事としても発売させていただいてるんでね、はい、皆さんぜひとも脱却したいって思う人、はい、だからダサいからね、ほんま今知った、今日これを知った、はい、この右肘を絞るんがダメで、はい、右肘をリリースした結果として映ってくる右肘絞ってるように見えるのは OK、はいはい、この差を理解するためにもやっぱり知識っていう武器を入れていただいて、そこいますね、はい、それした結果だけで多分90は簡単に切れる、おお、はいはいはい、まあまあアホみたいにドライバー振ってたら無理やったねそこはね、はい、シングルになってドライバー振ってても僕からしたらアホやと思ってるんで、ね、正直、はいはいはい、バックディーから回ってるやつもっとアホやと思ってるから、あ、なるほど、過信するな、いや、アベレージ70で回れる人やったらいいよ、おー、はい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 、いいよ、はい、僕も回ってたし、はい、その時は、はいはい、ただ、それでも回りたいと思ったことはないけど、できれば白、なるほどと思ってた、はいはい、だから皆さん、白 T からですよ、で、右肘リリースの結果どれぐらい飛距離を伸びるかを試してみてください、はい、そこには新しい知識を入れた上で、はい、まず脳内変えていただいてからね、はい、ってことです。僕から最後に皆さんにちょっと一個だけプレゼントあげよう、はい、お、プレゼント、はい、右肘自分がリリースできてるかどうかを確かめる方法っていうものを1個だけ提示してあげます、はい、膝立ちやってみて、お、なるほど、膝立ち打ち、ほう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 、手打ちドリルやったらやらんやろ、はいはい、どうせなるほど、どうせやらんやろ手打ちドリルは、はい、膝立ち打ちやってみ、なるほど、膝立ち打ち、右肘絞ってたらあれ打てんから、確かに本当っすね、右肘絞ってて打てると思う、あれまず届かんで、確かに当たった下半身でごまかすことできひんそうなりますね、はい、確かにということです、はい、ありがとうございます、はい、はい、ということで、今夜の動画はマスターのね昔の120叩く時代のこの、はい、ね、右肘絞ってるクソダサいスイング、はい、でもことの末路、はい、はい、ということでね、今の現在のシングルとなった右腕と比較して画像を見ていただきながらね、皆さんもこういう風になりたいなって憧れる気持ちを持っている方はすぐに行動していただいて、はい、で僕が最後に提示しましたね、まず膝立ち打ちやってみて、自分がリリースできてるかどうか確かめて、できてへんでやったらもうすでに知識を入れようすぐに、うんうん、ってことです、はい、ってことで今夜の動画が良ければね、いいね押していただいて、はい、っていうかまあ絶対押していただいて、お願いします、はい、ポチって押すぐらいできるやろ、はい、大人やねんから、そうですね、そうそうそう、今っていうか押せということで、あとコメントなんかもね、はい、マスター昔のスイングこれはやばいっすねとか、全然言ってます、大丈夫です、全然言ってもらっても、ね、僕も昔のスイングやったらいくら言ってもらってもいいですよ、今そんなん言ったら僕全部褒め言葉ですからね、昔のだってその行動して変わった、はい、変わった、そうっていうところでね、皆さんも、まあ、僕なんかはそういったところもインスタグラム上げてる方なんかはね、そういったところも見てるんやでーとか思ったら、はい、投稿していただけたらなと思います、はい、WGS ではチャンネル登録者数を10万人目指して頑張っております、
皆様チャンネル登録していただいて、ぜひともお力添えのほどよろしくお願いいたします。今夜の動画も長い時間お付き合いいただきありがとうございました。それでは失礼いたします。